小小君立憲民民主社民の小澤雅人でございます私もこの委員会では初めての質問をさせていただきます、どうぞよろしくお願いします。私も食品ロス削減について質問をさせていただきたいというふうに思いますが、食品ロスに関しては、2019年9月に食品ロスの削減の推進に関する法律が施行され、同法の下、消費者庁を含む関係省庁が連携し、 食品ロスの削減目標達成に向けた取り組みの普及に取り組んでいるとまあ承知をしておりますその中で食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針に消費者に求める役割と行動として買い物の際食品の保存の際調理の際外食の際でさまざまに工夫と実践を求めておりますが 現時点の取り組み内容や進捗について、また10月が食品ロス削減月間でありましたので、その手応えも踏まえた自民大臣に,にお聞きをしたいというふうに思います自民、はい、特命担当大臣。 お答えいたします。食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針におきましては、消費者、事業者等が食品ロスの削減について理解と関心を深め、それぞれの立場から取り組みを推進することとされております。消費者庁といたしましても、食品ロスの削減に対する消費者の理解と関心を深め、その行動変容を促すため、毎年10月になりますが、食品ロス削減月間を最 最大限活用して集中的な啓発普,普及活動を行っているところでございます具体的には10月30日の食品ロス削減の日に自治体農水省環境省との協賽によりまして食品ロス削減全国大会を開催をいたしております 全国大会においては、消費者担当大臣として、食品ロス削減推進表彰の表彰式を実施してございます。 また、食品ロスの削減をテーマとした川柳を,を募集してございまして、これ80、80%が10代ということでの、素晴らしいものだと思ってございます。まあ総数は、あの昨年度は10代から60代が全部入れまして、1万4000件の応募があったところでございます。また、コンビニと連携をいたしました手前取りの呼びかけ、あるいは、賞味期限への正しい理解、そして理解の促進のための、まあ しすみません、おいしい目安などの啓発ポスターの作成や、SNS などによる啓発など、まあ、そういった発信等の取り組みを行っているところでもございます。 また加えまして、食品ロス削減に対する消費者への浸透につきましては、私どもで意識調査を行ってございます。消費生活意識調査では、食品ロス問題への認知度でございますが、これは令和3年度以降は8割を超えているところでございまして、食品ロス削減のために何らかの行動をしている消費者の割合も、令和5年度は77%と近くなっておりまして、目標の8割まで、あともう一 とといいいいうう状況ままでで来ているという認識でございます引き続き関係省庁とも連携をしつつ、制度的な課題の検討をさらに進め、政府一丸となった取り組みを加速化してまいりたいと考えてございます小沢正人君。 はいいありがとうございます、まあ、今あ、大臣の方からまあそれぞれ取り組みがご報告がありました、私もあの資料を見させていただきまして、先ほど話が出ました川柳コンテストですね、えー、それぞれ優秀賞を取られた川柳が、ですね日本から世界に広がれ、もったいない、冷蔵庫開けてびっくり、これいつのと、まあ、本当にあのそういうことがですねしっかりとえ国民の皆さんに浸透して、 この職員ロス削減に向けた、まあ、もうちょっとですね、その意識ですか、それが本当に高まることを期待をしたいと思っておりますし、先ほど、手前取りの話もありましたけれどコンビニエンスストアで利用させていただくと、店員の皆さんができる限り、消費期限が早いものは手前に並べながら、 あの努力をされている姿も、まあ、拝見をさせていただいているところでございますし、えー、スーパーを利用しますと、えー、夕方になりますと、 割引のシールが貼られるのをひたすら待ち続ける方も、あの拝見をさせていただいております、私もまあ、その一人であろうかなというふうに思いますけれど、しっかり食品ロス削減に向けた取り組みをやっていかなければならないと思っています。そこでですね、あの賞味期限3分の1ルールについて、農林水産,大水産省にお伺いをしたいと思いますが、食品のサプライチェーンにおいては、消費期間の 3分の1以内で小売店舗に納品する慣例、いわゆる3分の1ルールが過去から存在をして、これについてもさまざまな見直しの取り組み等が行われていると思いますが、しかし、食品メーカーの営業を担当する方々からは、いまだにこの消費期限3分の1ルールを誇示する小売店や、卸売業の担当者がいることや、 中身の品質には影響のない外装の軽微なお破損によって返品が発生しているとお聞きをしております。こういった食品ロスにつながる事例が現場からなくならないのは、これはやっぱり消費者自体が過度な品質を要求する風潮が、まあ、やっぱり未だに日本においては強く残っていることも要因の一部であるというふうに考えます。真に消費者が安安心して安全で豊かな 消費生活を営むためにも、かつ国民全体で食品ロスの削減を進めていくためにも、一層、こういった観点においても、消費者への働きかけをお願いしたいというふうに思いますが、この3分の1ルールの問題も含めまして、農水省の考え方をお伺いしたいと思います。小林食品産業部長お答えいたしします3分ののルルールの見直しは 納品品期限がが延長されるるることとなななどを通じまましてて食品廃棄の削減につながる重要な取りり組みであると考えております農林水産省では、毎年10月30日の食品ロス削減の日と合わせまして、全国一斉小週間見直しの日と定めまして、3分の1ルール緩和に取り組む事業者を募集し、公表しております。まあ、例えば、本年3月には、首都圏に店舗を展開しますスーパーマーケット4社が共同しまして、納品期限の緩和を宣言する。 といったこういう取り組みを行っているなどです、ね、取り組む事業者は年々増加しているところです。 また、食品事業者による召喚集の見直しは、まあ、消費者も含めました関係者が協調して進めることが重要でございます。え本年10月に新たにです、ね、行政や消費者を含む情報連絡会を立ち上げまして、関係者が相互に課題や解決策等について、共有、発信する場を設けたところでもございまして、引き続き食品ロス削減に向けた取り組みを進めてまいりたいと考えております、はい、小沢正人君。はい まあこの,あの3分の1ルールですね、しっかりとやっぱり、こういう小観光をまあ見直していかないと、その時点でまあ小売店やその先のところで、やっぱりこの職員ロスが出てしまうというところも、非常にあの問題点だと思っております、えー、ぜひあの引き続きのお取り組みをお願いをさせていただきたいと思います。 続いて、この食品ロス削減目標達成に向けた想定についてお伺いをしたいと思います。先ほど、中田委員からも具体的な数字が示されておりましたが、この食品ロス削減のためには、その発生を抑制することと、それでもなお発生してしまう食品ロスの有効活用が求められております。 目標に達成に必要な100万トンを超える削減というのは、これは極めて大きな数字でございますけれど、現時点において、その内訳はどのように想定し、そしてどのようにこの目標達成に向けて考えていらっしゃるのか、消費者庁にお伺いをしたいと思います与田審議官。お答え申し上げますますずは本年6月に農水省 あるいはその環境省から公表されました、令和3年度の食品ロス量は、事業系、家庭系を合わせて523万トンとなっております。一方、2030年度までに達成すべき489万トン、えー、この差は、まあ、30, 30万トン強ということにはなっておるんですが、 委員ご指摘のとおりです、ね、この令和2年度と3年度はコロナ、コロナの影響を強く受けているというふうに考えておりまして、この令和2年度、3年度を除く直近5年間平均、これを事業系、家庭系合わせて計算しますと、やはり600万トンということになりまして、2030年度までに達成すべき489万トンの間に100万トン強の。 えー、ギャップがあるるとこういういい見方もでできる状況でございます、えー、その内訳というご指摘がございましたので、ご紹介しますが、その600万トンの食品ロスのうちですね、えー、特に商品化された後の廃棄量、これをあの農水省と環境省で試算していただきましたけれども、まず製造・流通段階で約24万トン、そして外食段階で約二十万トン、20万トン。 また家庭系からも、まだ賞味期限とか到来してないような、そういう食品がごみの中に含まれているということで、試算しますと14万トン、合わせて60万トンぐらいは、いわゆる商品化された後の廃棄量と、こういうことで試算してございます。委員ご指摘のとおりでございまして、削減目標を達成のためには、まず事業者による償還項、先ほどの3分の1ルール等の償還項の見直し、 あるいは消費者の賞味期限の理解促進などによりまして、まずは事業者、消費者双方の発生抑制の取り組みを推進していくことが肝要かと考えております。その上で、発生抑制の取り組みを行ってもなお発生してしまう貯金ロスにつきましては、フードバンク活動の促進による貯金寄付。 あるいは飲食店での食べ残しの持ち帰りの促進、こういった取り組みによって、いわゆる有効活用、リユースの取り組みを推進していくことが有効ではないかと考えております。こうした観点を踏まえまして、年末までに取りまとめます施策パッケージにおきましては、食品廃棄物の排出削減策とそして食品寄付の促進等を日本柱としまして、施策を盛り込む予定でございまして、年末に向けて関係省庁全体で検討を深めてまいりたいというふうに考えてございます。 小沢君、はい、ありがのう、えっと、もちょっと説明をしていただいたわけでありますけれども、えーまあ、約125万トンのです、ねまあ、削減が必要、目標達成するにはです、ねで、家庭系が64万トン、事業系が61万トンということで、まあ、そういった意味では、その、えー、事業の関係と、あとは、 家庭経営がまあ64万トンですから、まあ、本当にあの消費者の意識というものも、まあ、さらにやっぱり啓発活動を行って、えー、もっと意識を高めてまあいかなければならないなと、まあ、いうふうに思っておりますし、あの私どうも、あ多分先生方も同じだと思うんですが、立食パーティーですよね、あどうしても、まあ、あの立食パーティーですと、話に夢中になってしまって、食べないで。 大量の,、まあその料理が、まあ、残ってしまうと、まああの、できる限りですね、まあ、そのお開きにする前の15分間ぐらいは、食べる時間に、えー、していただいて、ですね、えー、少しでもやっぱりそのロスをなくすということが、まあ、重要だと思いますので、まあ、そういったことの啓発活動も、まあ、ぜひお願いをしておきたいというふうに思います。えー、次にですね,、えーっとですね この食品ロスの削減の推進に関する法律第19条ですね、国および地方公共団体は、食品関連事業者、その他の社から未利用食品と、また食べることができる食品の提供を受けて、貧困、災害等により、必要な食べ物を十分に入手することができない社に、これを提供するための活動のため、 食品の提供等に伴って生ずる責任のあり方に関する調査および検討を行うよう努めるものと規定をしています。また、法案を提出した衆議院の委員会決議において、フードバンク活動の社会的意義に鑑み、その促進に向け、提供した食品により、食品衛生上の事故が生じた場合の食品関連事業者等およびフードバンク活動を行う団体の法的責任のあり方について、 法案成立後、速やかに検討することを求めておりました。まあ、これを踏まえ、これまでどのような検討を行い、特に諸外国の制度、取り組みの調査の結果を踏まえて、どのような点を重視をされているのか、消費者,消費者庁にお伺いをしたいと思います与田審議官。お答え申し上げます。委員ご指摘のとおり、食品ロスの削減の推進に関する法律、あるいは同法制定時の決議を受けまして、 えーまあ、令和2年3月に閣議決定されました食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針において、食品の提供等に伴う責任の在り方について、外国の事例の調査等を行い、検討するというふうにされたところでございます。えー、これを受けまして、消費者庁におきましては、まず令和2年度においては、 アメリカ、フランス、イギリス等のいわゆる欧米諸国における食品提供の仕組み、あるいは税制上の優遇措置といったその制度の調査をしたところでございますで。さらに令和4年度には、お隣の韓国におけるですね食品寄付の実態、あるいは食品廃棄物、食品ロス削減そのもの、 の取り組みについての制度的対応についてですね調査検討を実施したところでございます。諸外国のその調査の事例ということで一つご紹介しますとまず諸外国におきまして。 食品の提供に伴って、法的責任をです、ね、減免するといった制度を導入しているところが、代表的な事例をご紹介いたします。まずアメリカでは、先ほどちょっとご答弁申し上げましたけれども、まず善意による余剰食品の寄付,寄付者あー、あるフードバンクがです、ね、故意または重過失の場合を除いて、寄付した食品に起因する被害について、民事刑事上の法的責任を問わ,ら問わないと、こういう制度を導入してございます。また韓国では 一定の要件の下で、寄付者、あるいはフードバンクの面積がなされる一方で、一定規模以上、一定の取り扱い量以上のフードバンク団体については、その面積の対象外とする一方で、損害保険加入を義務づけると、こういった制度を導入していると承知してございます小沢雅仁君、はい。ありがとうございます、えー。残り時間の関係で最後の質問をしたいというふうに思いますが。 自民大臣が会長を務める食品ロス推進削減推進会議において、関係省庁にもともに検討が行われているのを承知をしております。また、提供した食品により、食品衛生上の事故が生じた場合の免積措置を実施することは、事業者からの寄付の、食品の寄付を推進することに寄与する考え、未利用食品とまだ食べられることができる食品が、 食品へのアクセスが困難な受益者へ届くことにより、その食品ロスの削減にもつながるものと思っております。一方、フードバンク等を利用している方々が、一消費者として保護されるかという観点、および運用のためにフードバンク等の団体に煩雑な作業を大量に求め、その作業に追われることで、結局は受益者全体の享受する福祉サービスが、 低下するということがないように、えー、ぜひご留意をいただきたいと思いますが、決意を含めて大臣の見解をお願いしたいと思います。はい、地味特命担当大臣 答えいたします食品寄付等の促進のための法的措置の検討については、食品ロス削減推進会議の枠組みを活用して、これ,でこれまでも食品関連事業者、フードバンク、子ども食堂など、各方面のご意見を丁寧にお聞きしながら検討を進めているところであります。委員ご指摘のとおり、10月13日の同会議で確認された法的措置についての検討上の論点におきましても、民事刑事上の法的 責任の一律な面積制度の導入は、関係事業者による食品管理等に係るモラルハザードを引き起こし、結果として寄付が進まなくなってしまう可能性がある。 あるいは関係する事業者間の信頼関係や、最終受給者からの信頼性を高めるための枠組みを考える必要があるのではないか、あるいは食品事故の予防や被害拡大防止のための措置を講ずる場合においても、フードバンクや子ども食堂等の中間事業者の負担の増大についても考慮が必要ではないか、こういったご意見、また食品寄付を促進しつつも、最終受給者の保護の徹底、 を図るべきでではないいか委員と同じ問題意識でございますがこういいいったた点をを指摘をされていたとこころでございますこのような指摘も踏まえまして、まあ、食品の寄付を促進させるための措置や、フードバンク団体の体制強化などの課題につきまして、年末までに施策パッケージとして取りまとめるべく、各方面のご意見をさらに丁寧にお聞きしながら、まあ、きちんとです、ね、この施策が実行され、そして届くべき方々にちゃんと届くという、そういう仕組みに なるように、消費者庁とそして関係省庁全体で、検討をしっかりと深めてまいりたいと存じます。 はい、小沢雅人君、はい、ありがとうございますこの10月13日の推進会議でもです、ね、私の地元、山梨から、フードバンク山梨の米山理事長が意見を強く述べられたと思,思います。ぜひあのフ,ーフードバンクの側の視点に立って、ぜひともこのパッケージを取りまとめていただくよう、強くお願いを申し上げまして、私の質問を終わりまますありがとうございました、はい、小沢雅仁君の質問を終了いたします。